皆さんどうもこんにちは。白熱フットボールタクティクスチャンネルへようこそ。今日は第63回目の配信でございます。ナビゲーターはタカです。よろしくお願いします。さて、今日は2022年明治安田生命 J1 リーグ第3節鹿島レンすいません、柏レイソル対鹿島アントラーズの一戦をお話ししていきたいと思います。柏と鹿島って似てるんすよ。これよく海外とかの移籍で、なんかこの選手が J リーグに行くかもしれません。どのチームですか？鹿島です。柏だったりしませんか？みたいなことって結構ありますよね。実際、まあなんか柏、鹿島っていう発音が似てるとこもあり、多分海外の人からすれば、まあ、間違えることもあるというような、そんな、なんか変なね、縁を感じるチームでございますが、まあ今日は、まあ何とも言えない試合だったなというのが私の最初の印象です。まあこんな戦術的な話をしているチャンネルの私が言わせてもらいますと、まあ変な話かもしれませんが、今日の試合に関しては、まあ絶対に勝つというね、そういう気持ちの強さが、まあ強かった方が勝った試合だったんじゃないかなと思います。では、中身に入っていきたいと思います。さて、では早速いつも通り試合を振り返っていきたいと思います。まず、結果からお伝えしますと、結果は1対0で鹿島アントラーズの勝利ということになっています。で、前半は 0-0、後半に1点が入り、荒木選手のゴールが入り、そして鹿島がそのまま逃げ切ったという形の試合でございました。で、まあ、試合の中での、まあ、シュート数というのも、まあ、ほとんどイーブンでした。で、支配率についても、まあ、ほとんどイーブンというところで、まあ、ゲームとしては、まあ、どちらが勝ってもおかしくない。まあ、どっちもいいシーンありましたし、まあ、どっちも、まあ、得点機も結構あったというところで、まあ、正直、どっちつかず、まあ、どっちに転んでもおかしくないなというのが印象です。まあ、そういった中で、最初の画面でもお伝えしましたけど、基本、何とも言えない試合でした。で、一つ言うとするならば、しっかりゴールを決めた鹿島と、まあ、決めらんなかった鹿島の違いかなという感じですね。まあ、そういう意味で言うと、まあ、点を決めらんなかったフォワード陣は責任を感じる。そんな試合だったかなと思います。で、まあ、戦術的な話を少しすると、まあ、非常にやることが明確だったというのは、どっちかっていうと鹿島です。で、一方でレイソルの方は、なんか、いまいちチームとしてどうしたいかというのが意思統一できてなかったなという部分ですね。それはまあちょっと次のページ以降で、まあ基本ビルドアップに関する話なんですが、そこでお話ししたいと思います。で、まあ最後を苦言を呈するとするならば、まあ、65分に荒木にゴールを決められて、もう鹿島はやっぱ逃げ切るのが上手いチームですから、もうこっから残り20分強という時間をもうそのまま逃げ切ってしまいたいという形で、まあ、守りに入りましたというところで、まあこれはいつも言ってますよね。引いた相手に対する、無策な攻撃の形というところは少しやっぱり感じてしまいました。まあ試合の流れの中でロングボールを蹴るっていうことも多かったんですけど、まあもう少しね、相手が引いてるんだったら、ちょっとちゃんとね、サイドにボールを回しながら、まあセンタリングでゴールを狙うっていう形もあっていいかなと思ったんですけど、もう基本的にね、失点してからは、もうこの辺のセンターバックの3人がもうズドーンって前に蹴って、ここにいるドーグラス、で後半途中から入ったこの森というですね、もう背の高い2人に当てるというね、選択しかなかった部分は、まあちょっと残念だったかなと思います。まあ正直この2トップにどでかい2人並べても、まあそっからこのヘディングで競った後のこぼれ球とかセカンドボールを反応できるやっぱ選手で、どっちかでも速い選手とか裏抜けが上手い選手っていうとこになってくると思うので、まあドーグラスと、まあ後半から森になりましたけど、ここに森を並べるっていうのはちょっと無策だったかなというのが私の印象です。だったらまあドーグラス残して、ここにまあ小山津入れて競らせて裏抜けるとか、まあそういう形もあってよかったんじゃないかなっていうのは、まあ思ったところです。まあただ基本ね、言った通り、まあ引いた相手に対しては、前線でいう背の高いフォワードに磨けて蹴ると。で、ワンチャンセカンドボールというのが攻撃の基本の形になってしまったのは、まあちょっとね、
去年から成長が見られない部分かなと思ってしまっています。というところで、早速ね、中身に入っていきたいと思います。では、行きましょう。はい。ということで、今日お話をしていきたいトピックというのはですね、やることが明確だった鹿島に対して、まあ、いまいち、こう、チームとして意思統一ができなかった鹿島というところ、主にビルドアップの観点でお話をしていきたいと思います。まずは、鹿島のビルドアップから。まあ、鹿島はね、前回の試合も含めて、まあ、センターバックの2人、この関川、そしてキム・ミンテという2枚が、あんまりこう、ビルドアップが得意じゃない選手というのもあり、もう彼らが狙ってる形というのは、もう基本、もうロングボールを蹴るという選択でした。なので、例えば、鹿島のビルドアップの時、まあ、レイソルが、まあ、前からはめに行くという形で、ドーグラス・ホソエがいつも通り、こう、前にかけに行くと。で、まあ、サビオ、山田、シーハシが3ボランチを形成して、まあ、5バックで守るという感じなので、まあ、相手のビルドアップの時は、まあ、こんな感じでプレッシングをかけに行きますというところです。で、鹿島のビルドアップに関しては、例えば、関川が開き、ミンテが開き、広瀬もちょっとワイドを取り、安全も取ると。で、ボランチは、ミサオがワンアンカーで残って、もうピトゥカと、まあ、ドイはもう結構前にいましたと。で、上田、鈴木、樋口という、こんな感じでビルドアップを始めるんですよね。で、まあ、ここで普通は、まあ、3枚、ないしは4枚で、まあ、この4人の形で、パス回しができるというのが、まあ、普通に、よくある形ではあるんですけど、もう鹿島はね、もうここにボールが入った瞬間、もう関川はもうね、もう前にズドーンって蹴ります、みたいな。この選択を徹底してました。で、レイソルも比較的、ここでしっかりボールを取りに行ってしまいたいというところで、割とこうガツガツ前にはめに行くので、そういうこともあり、ある意味で、このロングボールに対して、セカンドボールでこの辺で落ちる球っていうのは、このレイソルの中盤のこの3枚が比較的前めに重心がかかってるので、ちょっとここがね、思ったより、こう、開くんですよね。わかります？で、この鈴木優馬、ないしは上田という選手が、結構この大南とか高橋に対しても攻れるんですよ。だからこそ、このロングボール、こぼれ球がポコ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 っと落ちます。これを、ピトゥカとか、ないしはドイ。この辺がセカンドボールとして、これを拾って、このまま攻撃をしていきたい。これが鹿島が狙ってる形でした。なので、もうある程度、この辺がボール持てて自由です。結構このままズンズン運べますっていう時も、もう関川にせよ、キム・ミンテにせよ、もうロングボールボカーンと蹴って、で、鈴木上田に競らせて、セカンドボール拾っちゃいましょう。この形を徹底しましたね。これは、まあ、非常に今までの、まあ、ミスとかね、傾向を踏まえてやってきた対策だったので、まあ、さすがだなと思いましたね。もう、どんなことがあっても、もう蹴っちゃえと。まあ、一つの選択ですよね。まあ、それもあり、最初のページ、あ、次のページですかね、2個目のページで、まあ、やることが明確だったなと思ったのは、そういうポイントでございました。さあ、一方で、鹿島はどんな感じのビルドアップをしていたかというと、まあ、レイソルに関しては、結論から言うと、まあ、正直チームとしてどうしたいかというのが、試合を通じて明確じゃなかったなという印象です。で、まあ、鹿島の守備陣というのは、まあ、基本この中盤の3枚というところは、もう噛み合ってるので、ピトゥカがサビオ、で、シーハシが土井、山田に対してはミサオと、今この3枚が、まあ、がっちりついてくるという感じになってました。で、レイソルに関しては、まあ、結構ね、この高橋祐二が右に開いて、古賀が左に開いて、で、大南が右を取るというような感じになってるんですよね。で、気持ちね、鹿島については、鈴木優馬と上田が残ってるんですよ。こんな感じで。で、樋口がちょっと下がり気味だったかなって思ってますと。で、この辺は岩政監督さすがだなと思ったのは、これでもあえてこうしてると思っていて、で、まあ、この樋口がここのポジションを取るというのは、まあ、おそらく、古賀対策ですね。太陽って、
まあ、ボールを持った時に結構前を向いてこの辺からいい縦パスがズバンと入ってくる選手なので、ここの縦パスを切りたい、ちゃんとある程度こう余裕を持ってスペースを埋めときたいっていうのもあり、この元々はねこんな感じで3トップだった布陣をあえて上田と鈴木に2トップにさせて、この樋口がねちょっとこの辺でスペースを埋めてくる、スペースを埋めるないしはパスコースを限定するという役割をしてたというのは感じました。なのでこの最初のビルドアップの時に、すいません古賀が移動してましたね、キムスンギュ、ユージ、古賀太陽でボール回しを始める時というのはなんとなくこのボールが入った瞬間、太陽は前向きたくても、まあ、樋口がこの辺で構えてるんで、あんまりこう、なんですかね、前を向けなかった。縦にボールが入んなかったという印象です。で、まあ、これは多分岩政監督の、まあ、策だと思うんですよね。というところもあり、まあ、レイソルはどちらかというと、この、後方の選手からビルドアップをしていきたいよねという気持ちが多分あったと思うんですよね。ただ、うまく繋がらずに、結局、まあ、ロングボールを蹴るという策を取ってきました。ただ多分最初はビルドアップをしたいという気持ちもあり、この中盤の3枚、サビオ、シーハシ、ヤマラというのは、まあ、結構降りてくるんですよね、こうやってボールが欲しいから。ただ、まあ、この辺がうまくガーッとついてくるんで、うん、出せません、うん、出せません、じゃあもう蹴っちゃえ、すいません。これよくあるんですよね、すいません。蹴っちゃえつってドーンって蹴って、ドーグラスに当てに行くけど、まあ、関川もミンテも、あの縦には強いですから、前には結局このロングボールというのは競ってもまあこぼれてきて、結局ねあのこのドーグラス細谷が孤立しちゃうと、ところでこのスペースのセカンドボールについてはこのままピッチカとか土井とかミサオが回収をしちゃうというふうになったかなと思ってます。なのでレイソルがいまいち一貫してなかったのはボールを回したいのか、この辺を使ってね、ないしはもうロングボールである程度このサビオもシーハシも山田ももうセンターバック蹴っていいから僕らセカンド拾うぜっていう感じにしたかったのか、この辺がチームとしてやっぱこう決まってなかったというのが試合を通じた印象です。はい。で、まあ一つ私がリコメンドというかおすすめをするという観点で言うと、まあ、この鹿島に関しては皆さん気づいてると思います。樋口がここで余ってるってことはもうどっかが数的優位なんですよ。それはもうここですよね、明確ですよね、ここもうここですよ、ここだから、ある程度この3枚スンギュ、高橋裕二、古賀がボール持ってる時にここからスンギュが例えばねロングボールでポーンってここに放れればもうここは一気に局面的には2対1なわけですよ。すなわちここに樋口が余って対応対策で縦パスをケアしてるんだったら右は数的優位なわけだ。ここにうまくボールを放れる、この辺で、まあ、ロングボールでポコーンって出してあげられるとか、ないしは一回ユージに出してもユージがちょっとこの鈴木のマークを受けた時に一回シーハシを経由してこう出してあげるとかね、この辺でうまく右側にある数的優位を使えるという技術があればおそらく局面は打開できたんじゃないかなとは思います。はい、というとこですかね。これがちょっとレイソルがねこの試合に関しては、まあ、繋げたいのかもう蹴っちゃっていいのかという判断が、まあ、チームとして統一できてなかったなと思ったポイントでございました。はい、ということで次節はホームに帰ってきましてバーサス福岡戦ということになっていきます。久しぶりですかね、この1週間相手の試合というところでございますので、まあ、レイソルに関しては、まあ、修正というところを期待したいと思っています。で、昨シーズンは、まあ、福岡については勝てていません。ね、これ、去年もお話したかと思うんですけど、普通に福岡いいチームでした。去年 J2 から上がってきて1年目だったので、まあ、正直どうかなと思ってたんですけど、非常にいいチームでしたね。やりたいサッカーというのは明確ですよね。はい。そんな福岡との一戦でございます。で、まあ試合のポイント2つだけ記載させていただきました。まあ上位に食い込むために、去年とは違っていい位置にフィニッシュするために必要なことというのは、まあこういった敗戦の後ですよね。負けた後にそれを続かせない。ないしは、まあある意味でこの開幕2連勝で、
流れとしては悪くないわけですから、そのいい流れというのを絶やさないことというのが重要かなというふうに思ってます。なので今日負けてしまいましたけど、次は勝ってほしいなというところでございます。そして、対する福岡、少しね、私試合見てました。前半ね、レイソルが始まったのが15時だったので、今日の試合が、なので福岡戦がまあその前の2時からやってたので、前半だけ見ました。福岡もう明確ですよね、去年からそうですけど、まあ基本は堅守速攻というところで、フォーメーション的には 3-4-2-1 というところを敷いてます。で、まあ同じですよ、レイソルと。ここの湯沢が下がって、七が下がって、守備陣は5枚のブロックを形成します。で、前線にはクルークスとルキアンと山口の3枚が残っていて、このルキアンとクルークスはうまいです、とりあえず。縦パスがスパーンと入っても、結構こうポンと収める技術もありますし、高さはないけど、足元に収めて、こうガッと食いついてきた相手をひょろっと剥がす技術とか結構高いですね。なので、この3枚、まあ、主にこのクルークスとルッキアンですけど、この辺が前線残っていて、後ろで守って結構縦に速くという攻撃をしてくるチームです。なのでもう明確にレイソルと一緒のスペシャリティを持っているチームです。まあ、そういったチームに対してまあどうしますかというところが見どころかなというふうに思っております。はい、そんな感じで、この連敗というのを、そんな感じで、連敗をしないこと。なので、この鹿島に負けてしまった流れというのを、まあ、きちんと、こう、修正をして、次の試合は勝つという部分が、今シーズンの鍵になってくると思うので、こっからが、正念場かなと思います。なので、この一週間での、さらなる修正を期待しながら、一週間また仕事を頑張って、この福岡戦楽しみに待ちたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ。